ハネムーンキラーズは1970年に制作されたレナード・カッスル監督脚本のカルト映画である。1940年代に実際に起こった連続殺人事件をベースにドキュメンタリー調のフィルムノワールに仕上がっている本作。オペラ作曲家という異色の経歴を持つレナード・カッスルが初監督を務めている。制作当初は 当時まだ若手映画監督だったマーティンスコセッシが企画を進めていた。1970年にアメリカ合衆国で公開され、徐々に人気が広まっていき30年経った2000年に日本でもようやく日の目を浴びた。2001年には DVD として発売もされ、数多くの映画ファンたちから賞賛を得ている。現在ではカルト映画として紹介されることが多いが、 フランソワ・トリホフォーが最も愛するアメリカ映画とまで表した。ディアハンターのシャーリー・ストーラーとフレンチコネクションのトニーロ・ロビアンコが実在したカップルのマーサとレイを演じている。今作以降、監督のレナード・カッスルは映画を撮っていない。看護婦長であるマーサ・ベックは恋人もおらず、母親と二人で質素に暮らしていた。そんなある日、 マーサに見かねた友人は彼女に文通クラブへの入会を進める。はじめは乗り気でなかったマーサだが、そんな彼女の元へ一通の手紙が届く。それはニューヨークに住むスペイン系移民のレイ・フェルナンデスだった。自分にラブレターを送った相手に恋心を抱いたマーサはいざニューヨークへ。ようやくレイと対面するマーサだったが、そんなマーサにレイは自分が 結婚詐欺師であることを告白する。そのことに多少のショックを覚えるマーサだったが、そんな例についていくことを決意。母親との生活を捨て、マーサは共犯者として例の結婚詐欺に手を染めていき、やがてそれはエスカレートして殺人まで犯していく。ありがとうございます。